はい、どうも、マグマグマグロンと申しまーす。はい、今回はこの FIFA なんですが、まずは出入りをチェック。何回もやってからかなんかね、オンラインでやってっていう 目標増えちゃってましたね。やらないですけど。一人用 FIFA でございます。はい、ベルギー選手で2得点。ベルギーの選手はいたかな？契約延長、ミッドフィルダー購入、高い精度が重要。ウィークリーが、コーナーキックから4ゴール。フレンドリー2試合。これオンラインになるのかな？わかんねえや。で、40ゴール。スルーパス、フィットネス7個。まあ、これは当然やるとして。で、マグはいつも、オンラインはあまりやらない。プレイスタイルを貫いております。なので、FIFA はね、ここにちょっとシングルプレイっていうのがちゃんとあるので、まあ、今回もこれを中心にやりたいんですが、本来 FIFA って何をやるゲームなのかっていうと、実際はこっちでございます。オンラインでございます。まあ当然ですけど。で、まあ、入ってすぐ対戦にはならないので、ちょっと見てみますか。ね、FIFA の遊び方。今まで自分が FIFA ほとんどやってないので、自分も知らなかったので、ちょっと事前に調べました。で、いろんな人の YouTube も見て、いろんなネットで調べたんですが、まあ、FIFA を遊ぶのは、この FUT チャンピオンズ。まあ、要はこれにね、参加したいわけですよ、皆さん。これがですね、なんていうんですかね、デイリーノックアウトトーナメント、あ、左下に書いてありますね。平日に、デイリーノックアウトトーナメントと呼ばれるオンラインの大会があります。4試合勝てば、週末、金、土、日に行われる。ここにも書いてあるんですけど、ウィークエンド、リーグ。よくネット見ると、ウィーケンって略されてますね。ウィーケンリーグとか そういうふうに略されております。で、まあ、これが、まあ、ものすごく報酬が高いんですね。コインもいっぱい手に入るし、もう、黒い選手がいっぱいは出ないかもしれないけど、そういうのがね、引けるパック、メガパックとかそういうのを手に入れられると。あ、ちゃんと説明してくれるかもしれない。やっちまった。というわけでこう書いてあるんで、まずはこのデイリーノックアウト。毎週新しいデイリーノックアウトトーナメントが登場します。ここで優勝すると次のステージのウィークエンドリーグを開始できます。ということで、平日の大会に勝てば週末のウィークエンドリーグに出場ができると。で、みんなこれを目指してます。で、FIFA を買って遊んでいるのはみんなこれを遊んでるんですね。で、これがウィークエンドリーグの出場権を獲得したら、多くの試合に勝利してランキングを上げましょう。これはスカッとバトルと同じような感じ。あ、むしろ逆なのか。こっちが最初で、今シーズンからスカッとバトルが追加されたみたいなんで、逆なんですけど、要は試合で勝ち星を上げれば上げるほど、ランクアップしていくんですね。そうすると豪華な報酬を獲得できると。後でこれランキングは見ましょうか。ほら、書いてあるように。ほら、参加不可。ね、今、ウィーケンドリーグが行われていると。なので今はこれは選択できないと。そういうことですね。あ、これ書いてあるね。ウィーケンド詳細。これランク見るとわかるんですけど、まあ、1位の人はコイン何枚ですか、これ。え、これ何枚？ 25 万枚っつってんの？すごいですね。所さんか。25万枚。で、さらに、こう、パックも見たことないですね、これ。アルティメット TOTW パック。これ、なんかの略なんですかね？わかんないや。これはもう黒が出るんですかね？で、さらにその下、ジャンボレア選手パック ×4。こんなにもらえるそうですよ、皆さん。で、そういうのが、こう、どんどん減っていくと。まあ、これはスカッとバトルとかと同じで、どんどん減っていきます。これがエリート1、2、3。エリート1でも12万枚のコイン。そしてさっきの TOTW ってのがありますね。で、ゴールドと。ほら、ここでもほら、マグは引いたことのないメガパックが。で、さらにその上、レアメガパックってのもあるんですね。ジャンボレア選手パックってのもあるんですね。ちょっとその順番、ちょっと一覧で見せてほしい。どういう順番なの？パックって。ちょっと見てみようか。
要は一番上のパックがこの TOTW パックなんですかね。ちょっと検索してみますか。今検索してみました。TOTW っていうのは、チームオブザウィークの略だそうです。まあその週間で一番活躍した選手のパックが入ってるっていうことなんですかね。一覧って書いてあるな。一応なんか発表されたりするんですね。まあ、これ今週なのかな？ちょっとわかんないんですけど、今週はフォワードがバチュアイ、アレクシス・サンチェスが入ってますね。イニエスタ、ルイス・グスタボ、マフレズ、イウトン、オタメンディ。あとね、なんかね、やっぱいろんなリーグから選ばれてるのが、知らない選手も入ってるんですね、これにね。これ引いてがっかりする人もいるんじゃないですかね。誰？みたいな。知らないよ、こんな選手みたいな。だけど、黒で出てきちゃうんですね。へぇー。まあ、聞いたことないからね。で、その次がこの、ジャンボレア選手パックですかね。で、次が？次はどっちなんですかね、これ。レアメガパックが次ですね。レアゴールドパック。どっちが上なんだろう。ジャンボレア選手パック。さっきから言ってるよね。だから、レアゴールドパック、レアメガパック、メガパック、レア選手パックの順番ですか。で、ジャンボプレミアムゴールドパックってのがここら辺に入るんですね。あ、参加しただけでも、まあ、ゴールドパックかける2。っていう感じなんですね。なるほど。これが報酬だそうです。現在のランキングって言ったって俺、オンラインやんねっつうの。で、スケジュール。あ、こういうスケジュールになってるんですね。あ、これ見やすくていいですね。つまり、これですよ、これ。これがこのデイリーノックアウト。これに参加して勝てば、これに出れるぞ。そういうわけですね。で、見てみると、残り試合数って書いてあるので、ウィーケンリーグは全部で40試合しか参加できないんですね。あ、それもまたすごい。すごいですね、それもまたね。で、多分ね、後でちょっとこっち見てみますか。ちょっと、その、ウィーケンドリーグで1位になっちゃう人たちの試合が見れるそうなので、ちょっと後で、もう自分のプレイじゃないけど見てみましょうか。で、オンラインシーズンっていうのもあるんですね。こちら。まあ、マグは当然参加してない。ね、000でございます。で、実はこ、マグは参加してないので、ディビジョンが一番下なんですが、要は、この、オフラインシーズン、違う、オンラインシーズン、こちらで、ディビジョン1になれば、シード選手になれるそうなので、さっきの、この、FUT チャンピオン、これの出場権は自動的に得られるそうです。もうちょっと人様のを見ることになるんですけど、これがね、その、ウィークエンドリーグなんですが、まあ、トップ100のランキング見ても、やっぱり、まあ、一個も負けちゃいけないんですね。やっぱり1位はね、当然ほら。40試合やって40勝してる人がこんなにいるんですよ、だって。その中でも順位決められちゃう、ほら。すごいね。で、じゃあちょっと、この中でランキングが高そうな人のをちょっとチラッと見てみましょうか。ランキング高い同士がいいよね。一桁対一桁とかねえかな。1位対8位だって。これすごくない？ちょっと見てみますか。で、まあ、見たんですけど、自分。早っっていう一言。なんで、まあ、上手くなりたい人はこういうの見てね、勉強したらいいんじゃないですかね。マグはもう、追いつかないや、これ。キックオフ、試合が開始されました。どっちが1位の人なんだろうね。ホームチームのラインナップです。一般的な4-3-3を採用しました。3トップの連携が重要なシステムです。ほら、もう攻守があっという間に切り替わるんですよね。ほら、もうゴール前なのみたいな。ほら、クリスチアーノ・ロナウドです。溜めてるね、これ。レジェンドがいっぱいいる。レイフリット、
笛を吹かれました。今のでどこがファールなのかもわかんない。試合再開です。ああバレてる。さあどう組み立てるか。ああでも一体決まるか。入っちゃうんだこんな。30分以上残っていますが、もうスコアに動きがありました。両チームのゲームプランも変わってきますよ。試合の動きが楽しみですね。ここは鮮やかにゴールネットを揺らした。さすがクリスティアーノ・ロナウドというゴールですね。まあ、ちょっと前半ぐらい見ますかね。ゲームは立ち上がりからの意外と守備の選手もほら取りにはいかないんですよ。今は取れるとして、こういうのが勉強にはなるんですけど、早いな。ベイ、さあスタジアムのテンションが上がります。うわなんだこれ、一人で行っちゃった。スアレスだったのか。ゴールラインを割ります。結構ねウィーレと違ってサイドからのクロスっていうのはほとんどやってないんですよね。見ててクリスティアーノ・ロナウド、チャンスです。いや入るのかい。スアレスもう同点。直後からご覧の激しい攻防、両チームとも前半から全力で勝ちに来ている様子が伺えます。わあ取られた。ゲームの流れを先に掴んだチームが優位に立てそうですね。ベイ、まあ、見ててもこれ選手がねの質が高すぎちゃって、自分の選手たちこんなに早く動かねえしみたいな。あそこら辺に放りたい。でもフェイント。もうね選手のね質がやっぱり全然違うってのも、まあ、当然あるんですけど。ゴールに襲いかかります。ああフリーだ。というわけでゴール前でも繋いで繋いでなんですね。そこにいましたか。これだけゴールに近いと。あと YouTube とかでもそうなんですけど、結構ね点数がもう。この選手がスアレスです。ね、なんかサッカーゲームやってるのにあんまりそれ言いたくなかったんですけど、本当野球みたいなスコアなんですよ。そんな点入るんだみたいな。これはちょっと自分でも見てて恐ろしいなと思います。オンラインこれはやれねえなこんなのと。これは見事なパスカットです。もう何点取られるか分かんねえなこれっていう。ほらジグザグだけでこんな前まで行っちゃうの。スアレスのところに行きました。チャンスになりそう。あもうスルーパスが強いか。どこで1対1になるのかが分かんない。アラバがプレスをかけられています。パトリック・ビエラ、グーリット、クリスティアーノ・ロナウド、スアレスが狙うか。いやギリギリまで来た。素早く詰めたい。フィールドの中盤でボールを奪いました。スアレス、クリスティアーノ・ここでもパス。ゴールを狙う。あらここで同点ゴールが生まれました。相手チームもよくしのいでいましたが、さすがに厳しかったですね。ゲームのどっちもねやっぱり中盤を攻め続けた結果が現れました。鮮やかな同点ゴールでした。ほら前開くんですよ。ゲームになっています。アントワーヌ・グリーズマン、ベイ、キーパーあそこ振り向けんだ。あの距離からすごいなこりゃ。止めましたよね。クリスティアーノ・ロナウド、おーおーおお、ベイル、うわスアレス、スアレスやっぱ早いですよねドリブルが。ほら一人でもいけんじゃないかっていう。モドリッチ、アントワーヌ・グリーズマン、おちょっと浮かした。ボールはどっちだ。この選手がベイル。本当に目まぐるしい。クリスティアーノ・ロナウド、ルート・グーリット。グーリットは中盤で自由にプレーしていた印象があります。はい、PSV でもミランでも大活躍でした。いやこれ5位か。ああ魅力なんですが、すごい。監督によっては衝突もありましたね。いやあとこういうの見ててもファール結構多いですねやっぱりね。審判の手に PK とかが結構なんか結構多く見られるんで、前半だけ仕方ないですね。見れるかな。前半だけ見ちゃいますか。襲いかかります。ベイル決まるか。打たない。狙ってくるか。おお落とすのそれ。いや狙ってやってたんだね。ポール・ポグバ、
うまく読んだインターセプト。あー、これは一人で行っちゃうか。あー、今行こうとしたんでしょうね。なんか名前がイエローカードで黄色くなってる。わかりやすくていいな。このビエラですが、あー、一人で行くのか、一人で行くのか。おお、どうやってやるのそれ。あら、前に蹴らないんだ、繋ぐんだ。ボールは戻されます。わざと開けたのかな、あれ。パスカットするために開けたのかな。アントワーヌ・グリーズマン。そういうふうに思えちゃいますね。ボールを失いました。スアレス、危険な位置です。緊張感が増してきます。この選手がスアレスです。チャンスです、ベイル。ああいうのはね、なんか PK になりやすいんですよね、FIFA って。アントワーヌ・グリーズマン。攻撃に移りたい。アレックス・サンドロ・ロボシューバ。いい形でゴール前まで持ってきました。スアレス、ベイル。おお、打たない。決まるか。ロナウド、ビエラ。ここは勝負どころ。まだ打たない。これはオフサイドかな。ゴールは認められません。副審の旗が上がっています。このパスは読んでいました。スアレスが低い位置でボールを受けました。おお、ここはゴールに近い位置でファール。十分に狙える距離です。お、リスタート。クリスティアーノ・ロナウド、ゲームを作るパス。あー、入った。これで試合をリードしてゴール前のパスのつなぎがすごい。試合を支配していましたから、得点は時間の問題でしたね。ちょっとムカつく。フリット、フリット似てんな。選手がベイルです。というわけでね、ちょっとここで一旦やめますけど、ね、今実況はね、フリットじゃなくてグーリットって言ってましたね。この辺はなんかね、やっぱりマグはな、なんかサカツクとかそういうのでしかしてないから、本当のね読み方よく分かってなかったりもするんだけど、セリアダイジェストがグーリットだったんですよね。でも、本当の読み方はフリットだって言うし、ね、わかりにくいっすね。まあ、それはいいとして、これが、FIFA の戦い方だそうですな。マグはね、本当にゆっくりやりたいし、しっかりサッカーをやりたいので、ああいうね、こう、ゲームの攻略的なプレイは、これなかなか難しいですね。もうちょっと上手にはなりたいけど。まあ、今のが本来の FIFA の遊び方ですね。オンラインをやる人は今のをやっているということですよね。ただマグはやっぱり一人用だ。で、ちょっとシングルでやるんだったら同じのがね、このスカッドバトルになります。いつまでだっけ？今私は1600ポイント持ってんのかな？だから今私ここなので、もらえる報酬はレンタルしかもらえないので、ちょっと頑張って、いつもはここら辺まで引いてるんですよね。全プレイヤーの 60% がここにいると。もうこれ以上ってことなのかな。で、今回はちょっとね、いつもの感じでいくと、その、見たことないパック、ジャンボプレミアムっていうのは見たことないですよね、マグはね。頑張ってここの1万2000ぐらいまではやりたいですよね。ジャンボプレミアムゴールドパック。プレミアムゴールドパックの方が、あ、選手しか出ないのか、こっちの方が。あ、こっちの方がランク上なんだ。プレミアムゴールド選手パックってのが引けると。で、ここは2つに増える。で、エリートまで行くと、もっと上のレアゴールドパック。で、やっぱりほら、ここまで行くと、メガパックという言葉が出てきますね。で、ジャンボレア、アルティメットっていう風になってるんですけど、ほら、シングルでやると、今上がここまでなんですね。アルティメットパックまで、レアメガパックまで。たださっきオンラインの方で、ウィークエンドリーグの違う、あ、いいのか。
ウィークエンドリーグの方の1位とかの方は、TOTW っていうなんかね、ちょ聞いたことないのがありましたけど、それはこっちで引けないんですね。やっぱりだからこっちの方がランクはちょっと下がりますが、マグみたいな一人用には十分な遊びではないでしょうか。ただね、マグは平日に遊べないので、いけないと思います、そこまでは。ただゴールド3まで行ってみたいですね。せめてここまで行ってみたいな。というわけで今日はスカッドバトルやりたいと思います。これでどうだ?よし、これで完成。というわけで、今、これはイングランドディビジョン4、4部の選手たちで、ブロンズです。今ちょっと足りなくてここら辺買ってきました。150ぐらいで買えるんでね。これで300しかもらえなかったらなんか、もともともこもらえんだけど、まあちょっと今、試しにね、やってみて。で、同じリーグで今、ディビジョン4ね。で、国籍は、国じゃなくていいみたいですね。地域でも大丈夫みたいですね。ね、ちょっとどこの国かよくわかんないですけどね。イングランド、ウェールズ、アイルランド、スコットランドなんで、多分、国はイギリスで同じなんだけど、大丈夫かなと。で、ケミストリーも46、ギリギリ大丈夫だったと。ということは、この部分はね、ブロンズでも、試合に使わなくても、ケミストリーは足りてると。なので、OK と。で、選手数5。で、左側のチェック項目が全部ついたので、送信が今点滅してますね。これで送信、オプションで送信すれば、このゲームクリアなんですが、ここで今使ったこの5人、この子たち、この子なの?わかんないけど、これは全員没収されてしまうので、チームマグからは消えてしまうので、ここは本当注意しないといけません。だからゴールドとかを使うことになるんですね、後々。今はまだ最初だからブロンズでこと足りてますけど、後々ゴールドを使わなきゃいけなくなってくるあたりになると、結構、ね、この消えちゃうってことをね、理解しないと危ないですよね。じゃあ送っちゃいます。チームを送信すると右に表示されている報酬を獲得できる。まあ、シルバーのパックがもらえると。で、ほら、送信したアイテムはクラブから削除されますってちゃんと書いてあるんでね、いなくなっちゃいます。バイバイ。というわけで、シルバーパックゲット。これ1個完了。という、こういうゲームなんですね。で、ほら、報酬もプレミアムゴールドパックとかあるんで、そこら辺もクリアしていきたいと思います。ではまたね、選手獲得してこないといけないんで。というわけで、じゃあ、これの最優秀チームとちょっと1試合やったのをハイライトで撮って、今日終わろうかな。で、さっき言った TOTW ってこれですね。ほら、書いてあるじゃん。左のチャレンジ可能の下に TOTW6 って書いてあった。ねえ、全く気づかないもんだよ、ほんと。で、どうすんだ?チャレンジ開始。まあ、マグはあんまり上手じゃないって言ったんだけど、この間ね、ちょっとセミプロでボコボコにできたから、プロにやりたいなって感じだよね。選手交代があるようです。このパスは読んでいました。リードを奪いたいベルスキーゴールです。ちょっとおしゃれ気味でしたが大きなゴールが決まりました。やりましたね。ここまでは苦戦気味でしたがこれで調子を上げたいでしょう。いや、ただベルギー選手じゃないけど、まあいいや、それはスカッドバトルの方でやろう。ロックしようとした選手に当たったんですね。ベルスキー。ちなみにチームはアザーで組んでます。その他チームね。国籍もリーグもバラバラ。早く吹いて、早く吹いて。早く吹いて。よいしょー。時間稼ぎしてたのに。この瞬間、ゲームが終了となりました。天気が心配された。やっぱり難易度上げると難しいな。セミプロとプロの中間でところか。前回はね、ちょっとね、メンバーが強かったからね、ドラフトだったし。で、ベンテゲゴール決められなかった。おー、高い、950。これは最優秀チームと。完了。で、アルティメットレンタルなんでね、これはもう、まあ、86、90のレンタル選手なんで、まあ、いい。のが出てくるんでしょう。
こっちの方がいいのが出てくるの分かってるんで、こっち先やるか。よし、じゃあいきますよ。ジャンボプレミアムゴールドパック、お願いしますよ。知ってる選手で、知ってる選手でお願いします。7レアですからね、7レア。お願い、知ってる選手で。本来はこういうのを理解するのがいいんだろうけど。ああ、いいの出なかった。タディッチ。あ、アツだ。これし、こっちの方が有名じゃない？うん。あれ、デルフ？こっちの方が有名じゃない？あ、ゴールドエアじゃないからなんだ。オルブライトンの方が有名じゃない？キンペンペ。サラス？マルセロ・サラスでよろしい？監督かなんかやってんの今。あ、懐かしい。あ、また重複。全部いらっしゃい、いらっしゃい。あら、今のなんか結構高かったのかな。はい。アルティメットレンタルなんでね。レンタルだけど、まあ、いい選手だと思うし、左右に分かれると思うんで。じゃあ、これで終わろう。攻めて分かれて。じゃこん。ブラジル。センターバックのブラジル。インテル。ミランダが誰だ？ミランダでした。ミランダってこんな花火出ちゃうぐらいすごい選手なんだ。サカツクだと星2だけどね。これはバロスケロット、あれもうやめてんのこの人。あれなんか選手のイメージがあるんだけど、同じ名前なだけ。このエディも気になったり。え、あのバロスケロットでいいのかな。本当はバロススケロットなんだけどね。バロスケロットって略しちゃうよね、やっぱね。えい。今の女の人は何？よし、じゃあこれで終わりと。なんかね、ハロウィンなんでなんかあるんでしょうけど、本当はね。7500もコインがないっていうね。で、あ、そう。今回の動画ではね、冒頭にちょっと他の本来のウイレの楽しみ方みたいなのをお伝えしたと思うんですけど、そう、本来はね、その後ね、選手をね、オークションに出すのが普通みたいですね。なんかいい選手はどんどん出して、それでコインを儲けるみたいなね、そういうのもこのゲームの楽しみみたいです。よくわからないんでね、選手取ったら取っただけ仲間に入れちゃってるけれど。露出キーなんか案外売れたかもね。本来はね。ファンが多いし、マグみたいな。あとはどうだろうね。それこそ、まんじゅキッチなんかも売れんのかね。値段高くでね。まあ、わかんないけど。よし、じゃあ、次回はね、ちょっとスカッドバトルをいっぱいやって、スカッドバトルの報酬を引くところまでかな。ただ、今日じゃなくて、月曜日に撮るのかな。そんな感じになると思います。ではでは、今回はこの辺で。また次回お会いしましょう。